あ、でも休憩入ります。でですよ、細胞とは知ってるつもりです。細胞とはこれね、見えてますかね。ライティングしようか。細胞とはって、皆さん聞きたいのはね、そのおっちゃんとかが精子ってどういうことか教えてくださいと、検査行ったんですけど少ないって言われましたとか、少ないって言われて気分落ち込むどころか離婚沙汰になるって聞いたんで、うまく隠してますけど、何か大変ですね。そんなことでね、夫婦の関係大事なことですか、そういうのって、夫婦関係っていうのは人間同士の付き合いなんで、そことそのつながりだと思いますけど、結婚っていうのは別にそれだけが全てじゃないと思いますけど、私は本当そう。子供さんいらっしゃらない夫婦だってね、仲良かったりする場合あるじゃないですか。いやいや、子供さんいない方が逆に夫婦が仲良く見えたりとかをしてる夫婦として、そういう世界はあるか私は知ってます。まあそれはちょっといろいろあるんでしょうけど、子供ができなかったってもうあらかたの場合に、それが普通なのかもしれませんし、電池が切れてるんですよね。切れそうです、電池が。んでそれで止まるかもしれないんですけど、細胞とはということで、植物性細胞と動物性細胞がある。植物性細胞には細胞壁があって、セルロース物質が入っている。動物の場合は細胞壁がなく、中に植物細胞も動物細胞も核があり、核の中に遺伝子があり、遺伝子の実体は DNA、 DNA はデオキシロ核酸という、 DNA の剥がれが RNA という、 RNA が全部連なった状態、要するに DNA の片割れ半分が混じり込んでいるのが精子と卵子なんですよ。まあ、通常卵子は受精しなければ無精卵です。んで精子自体は片方の RNA がぎっしり詰まってるんですが、その長さになんなり、まあ、2つが受精して絡み合うと新個体の DNA ができる。もちろん RNA の片割れ同士はその記号の拡散といいますの塩基の仕組みが違うんですが、うまいこと絡み合って余計のを削り落とすんですよ。で余計のを削った結果、そのいいところといいところが合わさって、お互いの顔に似た子供が生まれるってことなんですよ。肉体を持つ遺伝子に含むものが、でその精子と卵子がもう一度合わさって新個体 DNA ができるということで、まあ人間はその精子によって完璧なコピーってないんですよね。それがいわゆる動物の、植物もありますけど、オシベとメシベの生命を長続きさせる方法な、